どうも、りょうたチャンネルです。いつもやってるトレーニングの様子を、動画にしていきたいと思います。詳しくは前編を見てください。しっかり解説しています。結構やりやすいエクササイズが多いと思うので、こっちをチェックしてからこっち見てください。で、今回本格的なウェイトトレーニングを紹介していきます。たっさ気を取り直して本題に入ります。ウェイトトレーニング解説やっていきます。これはクリーンですね。5回を4から5セット、瞬発力を鍛えるトレーニングになります。全身の筋力アップと爆発力を一度に鍛えられるので、とてもアスリートにはとてもおすすめです。映ってんな。ただフォームがとても難しいので、僕も3年かな、パーソナルトレーニングを教えてもらっていても、なかなかうまくならない種目なので、フォームにはとても気をつけてやってみてください。取得さえできればアスリートにはとてもいいトレーニングになります。全身使ってバー上げて、全身の筋肉を上げていくって感じですね。続いてスクワットですね。今日は10回の5セットでやっています。結構ボリュームが多いので、初めは少ない回数で3から4セットでいいと思います。重さは人によって違うんですが、まあ、このセットだったら10回でギリギリ上がるかなぐらいで、重さを設定してあげるといいかなと思います。やっぱりスクワットをやっている時とやってない時だと、下半身の安定性だったりシュート力アップの違いはとても感じるので、まあ、サッカーやってる方だったり下半身安定させたいっていう人はおすすめですね。こうやって補助入ってくれるとギリギリまで上げれるのでとてもいいです。友達とかと一緒にやってくれると、まあ、安全だしギリギリまで追い込めていいと思います。1回上がる限りのところでやってる。じゃあ次行きましょう。次は懸垂です。今回やるのは10回を4セットでやってます。まあ、これが本当一番僕が嫌いな種目なんですけど、懸垂だけは本当昔から本当ダメで、めちゃきついです。ちょっと慣れてきてこんな感じですけど、いつもメンタル勝負してます。反動を使わないようになるべく肩の可動域を広く保ってあげてください。次に懸垂終わったら腕立てです。これ交互にやっていくんですけど、それも一緒で10回で4セットやります。このポイントは腰を反らないことと、そして次に控えている懸垂を考えずに追い込む。これはもう最後のセットなんですけど、もうギリギリっすね。これチェーンつけて 2.5 ぐらいかな、重さちょっと上げてやってます。ちょっと反動使っちゃったりしてますけど、この最後の1回誰かに手伝ってやってもらうのが一番大事なことです。最後まで追い込む。懸垂終わったからなんとかできますね。腕立て伏せは上げるとき早くがいいですけど、ちょっと余裕ないんでテンポがおかしいですけど、一定のテンポでやってあげた方がいいです。次はプール引くのと押すのを同時にやってます。これも10回を3セットやってます。もうこの前から
懸垂腕立てやってるんでもう腕上がらない状態なんですけど、この追い込みが大事です。次、最後腹筋です。バランスボール持って、まあ、足で持ってこれ10往復やります。まあ、バランスボールがないよっていう方はサッカーボールでも代用できると思います。まあ、多分きつくなると思うんで、まあ、10往復じゃなくても5往復ぐらいでも全然いいと思います。で最後はボール持って10秒キープ、最後の追い込みかけます。ナイス。今回の動画はこれで以上になります。トレーニング内容の詳細はこのスポーツ沖縄の、チャンネルで、確認できるのでぜひ見てください。概要欄に貼っておきます。それではご視聴ありがとうございました。